明けましておめでとうございます。皆様お正月はゆっくり過ごされたでしょうか。今回ですね、今メイクをバッチリしているんですけども、今回、したメイクは伊勢丹新宿店限定のディオールのシリーズだけでメイクいたしました。1月の2日から1月の、ね、12日までイベントが伊勢丹新宿店でございまして、その時にね、もう限定色がね結構出たんですよ。まずはこのアイシャドウですね。これすごく可愛い限定色でございます。他にはこういう感じのチーク、そしてこのトワルドジュイのねモチーフのこのハイライトと、あとプチベニーがこの2色ですね。でその他にもまあこういろいろ出たんですけども、今回はねこの5点を使ってメイクしていきました。何かねこう2021年をいい感じのプレゼントがね新春でできないかなと思いまして、これをね使ったメイクで3点セット作って今回プレゼントを考えました。でこういう感じのね、化粧がね出来上がったんですけども、それではどうやってねこのメイクができてきたのかご覧ください。それでは塗っていきたいと思います。まずはですねこのアイシャドウから塗っていきたいと思います。アイシャドウはフランククルールクチュールの639番ですね。これはローズ&マローっていうカラーですね。すっごくね繊細な感じの色です。ピンクと紫のね間ぐらいかな。このね大きい上で塗っていきたいと思います。これでこの、ね、一番上のこの白いとこですね、眉毛の、ね、下に塗っていきたいと思います。たっぷりとっても問題なさそうな感じですね。塗っていきます。フランククルールクチュールのシリーズはドレッサーを作った時に全色、まとめ買いしまして、それから結構愛用しているものになりますね。使いやすいんですよね。とにかく5色入ってるので、その日のね洋服の気分によって色を変えてね、だいたい3色ぐらい使って完成させています。今回はいろいろ試したいので5色全部ね使えたらいいなと思ってるんですけど、もともとね8色が結構いいんですよ。なので全部使うとちょっと濃いすぎるかもしれないですね。はい、こんな感じで大きく明るいところの色は完成いたしました。ギラッとした感じじゃなくて上品な感じになりますね。はい、じゃあ次はじゃあ上からこれ塗って、この順番に塗っていこうかな。とりあえずこれ塗ったので次これ塗っていきたいと思います。全体的にね冬の色と春の色のちょうどほんと間の感じです。あんまりねこの辺のさっきのこの色のショップはがっつり塗ってもそんなに変じゃない感じがします。はい、こんな感じです。薄付きですね今のところは、使いやすい色のね感じがします。この際の色をちょっと先にね塗っていきたいと思うんですけど、これはね結構濃い感じがするのでちょっとにしようかなと思います。あんまり塗ると今日ポニーテールなんでね顔がきつくなるんじゃないかなと思うので、ちょっと控えめに塗っていきたいと思います。2回ぐらいちょんちょんって取って、この目頭から目尻のラインに沿って取っていきたいと思います。こんな感じですね。薄付けにすると結構顔にすごく馴染みがいいかなって思いますね。もっと多分出ますね。今私ほんとちょんちょんを塗っただけなんで、物足りない方はもっとがっつりいけそうな感じがします。どうしても光の加減でいつもメイク撮ってるところが違う場所なんですよね。ここ自宅なんでちょっとね暗いんですよ、ね、しかも夜なんで。発売したのが2日なんですけど、ちょっと早めに試したいなと思ったんで、ちょっと色味がね出づらいところもあるんですけど、こんな感じです。これ結構はっきりとか、こんな感じの色になっております。使いやすいですね。今のところ使いやすい感じです。じゃあ次は、この落ち着いた感じのベージュっぽい目のこの際のとことかね、下のところ塗っていきたいなって思います。ちょっと真ん中のラベンダーっぽいの塗ろうかなって思ったんですけど、ちょっと明るすぎるかもしれないので、試しにね、こっちのベージュっぽいのをこのまぶたの下の方、アイラインのね、終わりの方に塗っていきたいなと思います。あ、すごい色してる。あ、今のね、3色で一番好きかも。すごくいい色してますね。肌なじみがいいですね。それでいて、下まぶたが、ちょっとね、パッと明るくなる感じがします。
ちも塗っていきます。多分ね、これ一番3色の中で鼻なじみがいいので、まあなんかこのもっといろんなとこ使えそうなんですけど、あの下まぶたのねこの辺塗ると顔はやっぱちょっと明るくなるので、この色が上品で、あとは明るくなるのおすすめです。こんな感じになります。今んとこ使いやすい感じですよね。冬っぽいけど、そんなに顔も暗くならないしね、いい感じです。で、最後の真ん中、これどうしようかな。目頭のもっとこの辺、この明るいところにつけてみよう。さっきね、目尻側に結構たっぷりもこれつけたので、ちょっと目頭側につけていきたいと思います。塗りすぎ注意で、軽くふんわりつけていきます。あ、明るい。急に顔の下明るくなった。これたっぷり塗ると結構明るいと思います、これ。意外とパレットの中にあるときそこまで主張してないんですけど、あ、結構明るいですね。なんかくすみをね、飛ばしてくれる感じがしますね。あ、いいですね。使いやすい5色だと思いました。で、次は、チーク塗っていこうかな。今顔にね、もう口紅をまだ塗ってないので、ちょっとね、明るさが、チークを塗っていきたいと思います。チークですね、364番になります。この色は、まあ、パッと見ちょっとね、こう今、光の加減ではピンクに見えるんですけど、ちょっとオレンジっぽいかなって思いました。そんなにね、ローズっぽくなく、ちょっと若干オレンジですかね。チークね、利用すごい発色いいんで、少しずつつけていきたいなって思います。こんな感じですね。うん、アイシャドウとの相性もすごくいいですね。この色がなんかそんなにピンクすぎてないんで、今目元がちょっと寒色系じゃないですか、紫で。このバランス取れてるなと思いました。反対も塗っていきます。こんな感じですね。こんな感じです。はい、血色良くなりました。うん、ちょっとオレンジですね、やっぱり。夏もいけそうですね。なんか、このアイシャドウだけじゃなくて、他のアイシャドウもね、こう活躍しそうな色ですね。これ使いやすい。まあでもこれ夏に使いたいかも。春先はもっとピンク色でもいいかもしれないんですけど、さっきのね、アイシャドウが、ちょっと寒色っぽい、なんか涼しい感じの紫なので、このバランスなのかもしれません。はい。で、そして私が一番気になっていました。はい、これ、見えますかね。エンボス加工をしております。これね、ほんと写真で見るときにすっごい可愛いなと思って、もうこれをもうつけたいと思って、でまずこれを一番最初にこの新春のね、こうプレゼントの中に絶対組み込みたいアイテムだなって思ってましたね。大きい、この筆で顔のね、ちょっとハイライトなんで、もうこの大きいとこにつけていきたいと思います。はい、ちょっとね、あ、なくなる。エンボス加工もったいない。はい、シャシャっといってみます。あ、これかわいい。なんかね、今まであのクレドポーの、結構使ってるんですけど、クレドポーって結構ハイライトほんとピカッとね、こう艶がすごい出るんですけど、これは肌なじみがいい感じで、そこまではなんかこうツヤツヤしてなくて、顔の、色がねワントーン明るくなる感じですね。薄いピンクなのでほんと血色良くなります。アイシャドウが寒色っぽくて、どっちかって涼しい色だったので、このハイライトを使うことによって、ふんわりね、顔全体がなんかピンクで血色のいい感じになったと思いました。これかわいい。なんか香りもね、なんか好き。このディオールの化粧品独特の。すごいかわいい。なんかパーッとね、気分が明るくなる感じのね、香りです。そして次は悩みどころのね、口紅ですね。口紅がなんと、はい、今回この562番の、パキッとしたちょっと赤っぽいピンクの色と663ですね、663このベージュっぽい色と2色あります。悩みますね。今日のこのメイクにどっちが合うかな、どうしようかな。手に出していきたいと思います。で、まずこの色ですね、こっちが手に出していきたいと思います。両方ともね、使いやすい感じなんですよね。そこまでね、暗くないですよ。ローズっぽい。ちょっと落ち着いたローズになりますね。で、もう一個のこのパキッとした方の色は、はい、この2色、本当にどっちも可愛いんですけど、今んところなんか大人っぽい感じになってきたんで、この可愛い方つけたいなっていう感じもしますね。でもちょっとこれつけて、なんか黒い服とかに似合うかっこいいね、ちょっとモードっぽいメイクもいいかなって悩みどころですが、今回は、じゃあこっち、明るい方つけていきたいと思います。わかりやすいようにしっかりですね、直でつけていきます。なんか1回だと結構薄いですか？薄付きな気もしますね。だから2回ぐらい重ねた方がいいかもしれないですね。
優しい色。ディオール発色いいですね。うん。ね、顔が一気に全体が明るくなりました。こんな感じの色です。このチークにね、合う、ね、気がします。このチークがちょっとオレンジっぽかったんで、この真っ赤とも言えないし、ピンクでもない、なんかちょっと中間色ですね。オレンジっぽい感じのこの明るい色の口紅が、今回とってもね、このチークにね、似合うんじゃないかなって思いました。目元が、まあちょっとスッキリしているので、このぐらいのね、バランス、とってもね、いいなと思います。今回のメイクはですね、伊勢丹のね、限定色だけを使ったんですけども、春をね、感じするようなメイクがね、できるなって感じました。で、私のお気に入りはそうだな、やっぱりこれかな、ハイライトが、すごく血色によく見える感じのハイライトで、このエンボスがこう可愛くて、これ本当におすすめなので、これは、プレゼントの中に必ず入れたいなと思いました。あとやっぱり顔を作る上で大事なのは、まあアイシャドウはね、これは、まあ必須かなということで、これも今回は、選びました。でもう3点セットがちょっと数がいいなと思って、なんか新春で4点の4ってあんまりなんか良くないなと思ったので、3点セットの、まあもう一つはこの口紅、今塗ってる口紅ですね、との塗らなかった方の口紅ですね。これをどれが当たるかっていうのはお楽しみという感じの、まあこの3点セットにしたいなと思っております。皆さんもね、ぜひこの春をね、先取りしたメイクをぜひぜひ試していただけたらなと思っております。今回ね、この新春の応募の方法はこの下の概要欄に貼っておりますので、ぜひこちらから応募ください。口紅はね、どちらの目が届くかお楽しみです。ということで、2021年もなんかいろいろね、新しい企画を考えて、まあいろんなコスメを使ったりね、あと、まあ食レポもしてみたりとか、あとブレアのこともね、どんどん撮影して、まあ、銀座のクラブってね、こうなんだよ、みたいなお話をちょっとできたらなと思っております。皆さん、2021年もどうぞよろしくお願いいたします。ということで、それではまた、バイバイ。